さあ今日は筆ペンの線の練習方法をお伝えいたします。左側が練習前に書きがちな字ですね。で、右側が練習後に書けるようになる線質です。もう濃さとか丁寧さとか、まあ、これパサついているんですけど、これパサついていないですよね。同じ筆ペン使っているんですけど、全然違いますよね。さあ、まず筆ペンの基本的な立て方です。マジックペンみたいに右手前に倒して書いちゃうと、さっきみたいにこうやってバサバサした線になってしまうので、やっぱり良くないんですね。筆ペンは右手前に、寝せずに真垂直に立てるようにして持ちましょう。できるだけ垂直に保ちます。垂直にするだけで正しく筆ペンの筆圧が加わってくれるんで、線がこれだけで綺麗になるんですね。まずは筆ペンを立てる練習をしていきます。それでね、最初はですね、線をね、こうやってまっすぐの線を引く練習してほしいんですね。一定の太さで筆を突き立てて震えないように練習するんですよね。今度は横線だけじゃなく縦線ですね。漢字を書くときはほとんど直線だと思うので、まずはまっすぐ線が引けるように練習していきます。まあ、その後ね、ぐる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 も練習するといいでしょう。ひらがななどは丸もあるので、ぐるぐるを練習すると綺麗になりやすいんですね。さあ、この後ですね、線に太い細いの多彩ですね、多彩をつけられるようにしてほしいんですよね。まずは一番ご自身の中で細い線を練習してください。細い線、こういう線も使いますからね。筆ペンの先しか触れない感じ。今度は最も太くなる線を練習していきます。筆ペンの根元まで使って書くっていうことですね。筆ペンでもこれだけ太い細いの多彩をつけられるんですよね。ただこの太い線書くときに注意したいのが、筆ペンを寝せて書くとベターっとした線になってしまうので、垂直を保ったまま沈み込ませて太くする練習をしてほしいんですよ。細い線も同じです。立て方は一緒なんですけど、沈み込ませ方が違うんですね。さあ、この中でもちろん中間の線がありますよね。徐々に太くする線を覚えていきます。最初も、ね、めちゃめちゃ細い、ちょっとずつ太くしていきますね。ちょっとずつ太くしていきます。まあ、どうやって太くしてるかというと、沈め込んでるだけですね。この時指の力を出てください。指に力が入っちゃうと、こういう風に根元に力が入って筆ペンって割れてしまうんですね。指の力をできるだけ持って、フラフラと持ってあげた上で、拳や手の重みだけで太くするんですね。そうすると筆ペンの先ってバサバサになりにくいんですよね。これを練習していきます。当然縦線も同じです。太い線だけじゃなくて細い線もこうやって練習していきます。特にやっぱ縦線が難しいイメージですね。最初こうやって震えますよね。でも時期に人って慣れていくんで、まっすぐに丁寧に弾けるようになっていきます。さあ、今度は一本の線の中で多彩をつける練習です。細い太い細い、筆ペンはもちろん垂直に立てて指の力抜いてくださいね。細い太い細い、沈めるときは手首とか指ごとこうやって沈んでるイメージです。指の力抜いたままです。細い太い細い、この真ん中で一番太くなって、サイドは最も細くなります。細い太い細い、これ練習していくんですね。細い太い細い、縦線も同じです。細い太い細い、細い太い細い、細い太い細いで、慣れてきたら長くも練習していきます。細い太い細い、細い太い細いを練習していきます。さあ、今度は丸ですね。まあ、先ほど練習したのはこういう線の練習でした。ずっと同じ太さで、まずはこういうふうに震えずに綺麗な深円が引けるようになるまで、ゆっくりゆっくりゆっくり書いていきます。さあ、この中でもね、太い細いをつけられるといいですよね。細い太い細い、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 返す時とかは細くしないといけないんですよね。これなんでかっていうと、太いままだとバサバサバサって紙の抵抗に逆らっちゃって、筆がバサバサバサって開いちゃうんですよ。筆を返すときって細くしないと正しく返らないんで、これを練習しないといけないんですよね。細い太い細い太い細いをひたすら練習していきます。で、速くならないようにゆっくり、最初は震えてもいいからゆっくりゆっくり丸を書いていきます。で、先ほどの細い太いをね、練習できるようになると、横線細く縦線太く、横線を細く縦線を細く太くするだけで字ってかっこよくなるんですよ。これ基本なんですよね。横線が細く縦線が太くが基本になってくるんですよね。うん、だいぶかっこよく見えますよね。今度はひらがなです。さっきの細い太い細いをすべての線で取り入れていきます。丸も一緒ですね。細い太い細い、太い細いと、これを練習していけるようになると
ひらがながね、なんか書道っぽくなりますよね。筆ペンでもこういう風に太い細いを入れるだけで、書道みたいなものがキャップを開けるだけで楽しめるようになるんですね。さあ、いかがだったでしょうか。筆ペンね、まあ慣れてくるとね、こういう風に多彩を極端につけて書道家っぽい作品を筆ペンなのにつけることができるようになってくるんですよ。筆ペンも面白いでしょう、うん、私はね結構筆ペン好きで、書道道具出すとめんどくさいなっていう時はもうキャップ開けるだけで済む筆ペンめちゃくちゃ便利だと思うんですよ。紙もこういうね、なんてことね、あの紙でいいんですよ、コピー紙とかで、うん、まあ、ぜひね皆さん筆ペンで多彩をつけるっていうことを覚えていただきたいです。以上です。ありがとうございました。